ですいつもご視聴ありがとうございます、えー、今日紹介したのは新淵新しいあの、まあ、キャラクターですよね、えーと。12月1日の星4のピックアップで出てくる新淵なんですけども、それの情報が公開されております。まあ、ある程度あの分かってきた情報とかもあるんですが、まあ、とりあえず今日は Twitter の動画の方から紐解いていくのと分かっているところだけあのお伝えしたいと思います。まずこちら、体験の炎キャラですね。 で通常攻撃の白ダめに関しては、まあ、他の体験キャラと比べると、まあ、レザーディルックの方が基本的には高いで超運北斗よりはあの破壊力はあるというところになりまして、ねまあ、レザーディルク、超運北斗の間ぐらいなイメージ中間ぐらいの通常攻撃の火力を秘めてるんじゃないかなっていう感じですね固有ステータスは攻撃力のパーセンテージなので ままあまあスキルにもまあ火力、その幻想爆発の方にもバランスよく破壊力が乗ってくる、なのであの物理特化のキャラクターじゃない運用が結構容易にできるような内容なんじゃないかなと思います。はいで、これこのキャラね、幻想スキルが非常に優秀で、盾をね、シールドを張りながら敵に攻撃、継続的にダメージを与えるみたいなことができます。でこののシールドはあの キャラ変してもあのついてくるんで、まあ、この炎の継続ダメージのついたシールドを使って、まあ、パーティー構成を組んでみるっていうのがかなり面白いんじゃないかなっていうような感じになってます。で、これ、敵の,あの特性としては、このシールドの強化レベルみたいなのがありますね。この強化レベルがあの3つまであって、まあ、相手3体いるところで発動すると、それに当たると、 まあレベル3になるとで1体だったらレベル1レベル2みたいな感じになっていきます。でこれの,あの差でいうと、まあ、防御力依存のシールドのダメージ吸収量あとは継続炎ダメージの量おそらく1レベルから3レベルに上がるとそのなんだろう能力の伸びしろが 1.4倍ぐらいは変わってくるんじゃないかなと思います。レベル1上がるごとに2割増しぐらいっていうイメージでいいんじゃないでしょうか。はい、で、えー、と一応防御力依存でノエルみたいなのかなって思うかもしれないですけども、もう全く別物ですね。ノエルはシールドの能力が非常に高いのと回復力。で、あとクールタイムが結構長かったりするんですよね。 ですが、深淵の場合は持続時間はまあ12秒とまあ長いんですがクールタイムは18秒と短めなんでこれを何回もこう回していくキャラクターになりますね。はい、なので、あのー、シールドを貼ってキャラ入れ替えて、まあ、12秒で壊れたらまたキャラ戻してクールタイム18秒でシールド貼っていくみたいな、あのー、細かいムーブが可能になるようなキャラクターだと思います。 で、こちら、シールドに関わる固有添付があるみたいです。あの、ヒット数1、2、3で <laughs> 変わると、僕はさっき言ったんですけども、これが、ヒット数によって、あの、変わる分が1プラスされるようですね。なので、1ヒットしかしてなくても2ヒット扱いみたいな、そういうような固有添付、レベル40解放、60開放のがあるようなどと、あと、シールド展開中に何かしらの破壊力バフダメージの、 これがまああの、まあ、炎ダメージバフとかではないと思うまあ物理ダメージバフアップとかであれば例えばねレザーとかだったらかなり嬉しいのかなと思いますねで防御力が上がることはねおそらくこのキャラクターの特性的にないと思うんですよねロックなキャラなんでなので基本的には火力をどんどんバチバチそのシールド展開中とかに 上げていいけるようななキャラクターなんだと思いますねこの演奏を弾いてあの火力アップしていくみたいなその銀遊詩人みたいなポジション、まあ、もちろん自分でも戦うんだけどどっちかっていうと場に出続けキャラじゃないのかなっていう印象は受けました、はい、で次元素爆発に関してはクールタイムが15秒で元素量が必要量が60とまあどっちかっていうと まあ回りやすい部類なのかな。あんまり大きいバなんか、うん、感じではないですね。で、この動画を見るとかなりね、爆発がすごいんで、まあ80ぐらい必要だったのかなと思いきや、そうでもなくて、60しか必要ない。で、クールタイムが15秒で回りやすそうっていう印象です。で、こちら、爆発した瞬間にゴーって火柱がいくつか立ってるんですね。 これが2秒ほど継続するんですけどもこれがあの星の星座解放でまあ4秒とか長くこれがバーって長い間あの発動するようになりそうですねでこれ見るとちょっとね親って思う方いると思うんですけど新しい情報ですね前回の情報だとなかったんですけど元素爆発を打った瞬間になんかシールドが展開されてるんですよねこれ おかしいなってちょっと思ったんですけど、これ見ると？近いキャラで言うと北斗ってキャラがいるんですよね？北斗って元素爆発を打つとシールドを自分で展開したりとかするんですよ。なので！まあ、ノエルと北斗のハイブリッド的なポジショニングなのかな？そう考えると、あの星の星座の解放とかって。まあ北斗とかを見ると銃撃のスタミナが。 ね、少なめになるっていうのとかがあるんでおそらくそういった解放とかもあるんじゃないかなと予想します、はい、あとはまあ,あの素材関係とかね今からちょっと集めるの大変だと思うんですけどもユーリエのキャラクターなんで、まあ、ユーリエの,あのものだと思いますで一応ねあの群生する数が 多いやつって別に2日経って取ったりとかすればいいんですけど例えばルリ袋ってあるじゃないですかああいうやつって星4キャラであんまり使われてなかったんでそれプラスあんま群生してないんですよだからもし深淵手に入れてすぐキャラ突破したいなとかであればああいうねなんかなかなか取れないようなリーウェイの素材特にルリ袋なんて僕今40個ぐらいしかないんですよ使ってないのにだからあ 理由の中で必要なの、ルリ袋だみたいな風に思ったんで、まあ、これちょっと集めておいた方がいいかもしれないですね。他のだったら結局取れるんで、あの、数日で。ルリ袋は取れないですよ。理由の,の星4のキャラが追加されるって聞いたら、やっぱそれを取らなきゃダメなのかなと思いましたね。はい、っていう感じで、キャラの考察はこんな感じ。で、一応、今回のこの内容を見ると、 爆発でもスキルでもシールドを展開するんで、まあ、深淵自体の強化を目的とするのであればまあ逆飛びのセットが優秀なのかなっていうふうに思いますまあこれ普通にノエルで育ててる人だったら分かるんですけどそれをスライドさせちゃうだけとかでも結構使えますんで、まあ、そういう使い方もできるしあとはあの このもう深淵ずっと出すっていう前提とかであれば、まあ、その他のその日,日渡りとか、まあ、そこら辺とかになってくると思うんですけどこれはクールタイムが15秒っていう感じとあと60なんで結構まあ爆発に振ってみたりとかなのもあると思うんでまあ元素爆発のね ダメージの割合みたいなのとかも結構重要だと思うんですが、うんま、旧貴族でやってみたりとかそういうやり方をねあの思う方も結構増えてくるんじゃないかなと僕個人的には思ってます。で武器なんですけどもまあ新しいの体験とかそういう武器とかを全然使っても僕はいいと思うんですけどもまあ自分でがっつりこういうその タイプじゃないとしたらやっぱ防御力を上げるその白衣の剣とかあとはこのキャラクターの特性とか見るとうーんシールドの使ってそうだなまあ祭礼がね使えるかどうかってちょっと調査しないとわかんないんですけど制風、まあ、体験とかで改心で元素エネルギーをしっかり回収していくスタイルとかでも面白いですね。 うん、あとは星5が手に入ればまあ普通にオオカミの末路ぶっ込めって話になっちゃうと思うんですけども、まあ、そうじゃないキャラクターなのかなと個人的には思います面白いやり方が、ね、いっぱいありそうなキャラクターだと僕個人的には思いましたちょっと話長くなっちゃったんですけどもとりあえずあの,深淵あのいいキャラクターメイ,ンメインのパーティーに入れても面白そうなキャラクターっていうのは分かりました あと、螺旋とかでもこれこれれ大活躍しそうなキャラクターなんでいいと思います例えば炎ステージの攻略の時は炎シールドを貼って他のキャラで戦わせたりとかねあのダメージが食らわないじゃないですかできるしあの氷ステージであればそのまま深淵がバクバクにこう突っ込んでいってもいいわけだし結構ねあの今後の攻略のあの礎になるんじゃないかなと。星4キャラでで手に入りやすいんん皆さんの あの螺旋攻略のお供になるんじゃないかなと個人的には思います今日はどうもご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録と高評価の方していただけると非常に嬉しいです、えー、また生放送とかしていってまあ、こういう話いっぱいすると思いますんでよかったらあのー、登録していただけるのであればあの遊びに来てまたコメントして絡んでくれると嬉しいですはいじゃあまたビルド動画楽しみにしていてくださいではまたお会いしましょうグッバイブラザー